志保高校志ラジオ。志保高校志ラジオの時間です。今日はですね、海外文化交流に行ってきたという学生さんに出ていただきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず学年とお名前を教えてください。はい、2年生です。で、浜田彩香って言います。よろしくお願いします。じゃあまず簡単に、あの海外文化交流っていうのがどういった行事なのか教えてもらえますか？はい、実際、まあ、海外に行って、で、学校、海外の学校に行って生徒さんたちと交流したりとか、うんうん、あとホームステイ先に行き、まあ、家族と交流したりとかっていう。これはあの立候補制というか行きたい人が行く感じ？そうですね、事前に行きたい人を立候補して、そこから授業を受けてっていう感じで。浜田さんはどこの国に行ったんですか？アメリカのデンバ。デンバ。デンバ。で、何州？コロラド州。はい。なるほど。こう行ってみて、海外文化交流でその楽しかったことってどういったことですか？なんか学校終わりに、ホームステイ先の子とその友達となんかお出かけしたりとか、あと休日もそうなんですけど、休日に水族館とか。へー、日本のと違いました？違いました。全部がもうでかくて、あとなんかロッキー山脈にも行きました。こう全てのなんていうんですかね、物のサイズの基準が日本人と違うから、自分がちょっとちっちゃくなったような気持ちになりますよね。なりますね。こう特にこう海外にいてこれ難しかったなとか、なかなか伝わらなかったなと思ったことありますか？やっぱ英語がなんかあっちの方がちょっと話すのが早くて聞き取れなかったりとかもそうですし、やっぱお店行った時もなんかメニューが全部英語だったりするから、あ、なんだろうこれみたいな読めないのがあるみたいな、そんな感じですね。でもなんとか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 頑張ってできました。はい、分かりました。浜田さん、この海外文化交流行ってみて、得た経験というか思い出、どういったことに今後生かしていきたいなって思いますか？やっぱ結構自分も英語得意ってわけでもなかったから、あっち行ってからちょっとだいぶまあ分かる単語だけど、それを話せるようになったから、将来仕事に就く際にやっぱ今ちょっと海外から働きに来てる人も多いと思うから、そういうのでちょっと生かしていきたいなって思ってます。こう今後仕事で海外の人と関わることがあっても、もう何て言うんですかね、物おじせずというか、はい、はい、きちんと交流したいなみたいな感じですかね。わ、はい、かりました。じゃあ浜田さん、やっぱりこの海外文化交流行ってよかったですか？はい、めっちゃよかったです。めっちゃよかった、はい、新しい友達できました？できましたね。結構何人くらいと交流しましたか？結構なんかもうみんなフレンドリーで話しかけてくれるんですよ。だからもう、しかもそんな結構いろんな人が来るから、どのくらいだろう、結構関わったんじゃないかなっていうすごいみんな興味津々で来てくれるんですね。そうですね。お、ジャパニーズだぜみたいな感じでそんな感じですね。ジャパンってこれ何とかが流行ってんだろうみたいな感じでいろいろ来てくれる。そうですね、やっぱ何流行ってるのとかも聞かれたし、そのあっち側の生徒はやっぱ日本のアニメとかも知ってて、それについて聞いてきましたね。もうまずは思い出に残って何よりですはい、ということで今回の志保高校志ラジオは海外文化交流について2年生の浜田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。